はい、皆さんこんにちは。ということで今日はですね、あるサイトをご紹介したいと思います。まあ見ていただけば分かりますけど、タイトルはユーグリッシュと言うんでしょうかね。ユーとエングリッシュをかけているそうでございます。で、まあ何ができるかというとですね、ある特定のフレーズをそれぞれのイギリス、あとアメリカ合衆国、オーストラリア、それぞれの話者がどんな発音をしているのか聞き比べられるというサイトでございます。これ何が便利かと言いますと、例えばまあ代表的なところで言うと、アメリカアクセント、最近芸能人の学徒君がいろいろレクチャーしてくれていますが、アメリカンアクセントだけがイングリッシュではございません。で、特に高校生の皆さん気をつけていただきたいのは、まあアメリカンアクセントを習得すれば、ブリティッシュアクセントも一応少し耳に引っかかりやすくなると思います。なので別にどこか特定の国のアクセントだけに固執する必要もないんで、まあ一つ軸として何かどこかのアクセントに集中して練習することはすごく大事なことだとは思います。思うんですけれども、例えば高校生の皆さんが3年生の時に受ける共通テスト、こちらの方はですね、実はアメリカンアクセントだけじゃなくて、ブリティッシュアクセント、オージーアクセント、その他もろもろいろんなイングリッシュのアクセントを使う予定だと言っているので、まあある程度慣れていく必要があるということでございます。慣れるといってもですね、じゃあ今日はアメリカンで、今日はブリティッシュで、明後日はオージーかと、いうのもなんかあれですので、特徴的なとこ掴んどけばとりあえずいいのかなとは思います。あとはその国独特の表現っていうものがまあありますので、まあ余裕があればそういうのもやっていくといいのかなとは思います。で、まあ今日はですね、まあそんな対策はさておきですよ、あるフレーズをですね、それぞれの国の人に発音してもらうとどう違うのか比べるというそんな企画でございます。ただこれ面白くないですかね。本当にやろうと思うとネイティブの人さんに連れてこなきゃいけないんですけど、もうそんなことしたってはいい時代になりました。ということで、早速ですね、まあ発音の違いが分かりやすいやつをあえて拾ってきました。最初はですね、当然まあブリティッシュといえばアカウンティーオブティーですから、バザード
とどうなんでしょうね。They drink chai, a strong black tea served with lots of milk, sugar and spices. That does sound good. I quite fancy a cup of chai now. Did you know that it was the British who introduced tea into India? No, I didn't, Alice.BBC のニールさんですね。いつものニールさんかなと思って今聞いたんですけど、まあやっぱりちょっとアクセント違うなってことが、まあ特定のフレーズで、チェックすることができます。あとこのサイトのいいところですね。例えば、interesting って単語を今ちょっと上でやるだけ辞書が出てくるわけですね。で、definition とセナニムズもできるんですか。で、ユーセージ。わお。これ、そのまま辞書で欲しいぐらいですね。はい。すごく使えると思います。高校生の皆さんも、1年生の夏以降ぐらいからは、辞書を使いこなすようにするといいと思いますよ。はい。This is very interesting. Fun. はい。This is very interesting ですね。確かに。じゃあ、オーズイングリッシュはどうなんでしょうね。ないと。はい、ということで、これは、まあ、絶対、全て、全て揃うわけではなさそうです。で、次、メモちゃんにアクセントが失敗したときのことが出るかなと思ったんで、The Inlegant。アメリカンアクセント、Inlegant と言いますが、ブリティッシュアクセントはエンタナイトになるかなと思うんですけど、さてさてどうなんでしょうか。ちょっと聞いてみたいと思います。この顔見ればわかってコンバーマーさん。いらね、言ってますね。インターネットはいらね。はい、じゃあブリティッシュアクセントはどうなんでしょうね。国ごとのですよ、違いはそんなに問題はないのかもしれません。それよりも英語らしい発音を身につけることの方が大事と思いますんで、はい、で私もですね、最近先ほどちょっと紹介しました一流芸能人ガクトさんの英語学習塾ですね、こちらの方、今レッスン9まで行きましたね。今日やったのは You can't do that をやったんですけど、 can の発音で A と E がくっついた A の発音の話とかね、 A がくっついて A A A とね、かなりしつこく、まあしつこくて失礼ですね、
かなり丁寧に、今日も教えていただいてます。で、あの英語学習塾の話でこんな引っ張って申し訳ないんですけど、あれやってみて思うんですけど、やっぱり英語の発音するのに口周りの筋肉って相当鍛えないとダメなんだなぁと思いました。ですので、できればですけど小学校の英語を教える先生方、ぜひですね、学徒くんの英語学習塾、毎日トレーニングされると発音にすごく自信がつくと思います。当然中学生の皆さん、そして高校生の皆さんも母音子音それぞれですね、自信を持って発音できるように練習していくことって僕は大事だと思うので、よかったら動画詳細欄にリンク貼っときますんで見てください。ということで、今日は YouGlish、ね、You English で YouGlish を紹介いたしました。ありがとうございました。